寄り道しつつ、下道だけで名古屋から箱根を目指す旅、高速台をケチった底辺旅行、どうなるでしょうか。というわけで午前の10時51分、いつ来ても渋滞してる、23号バイパス終わりの交差点を抜けました。バイパス空白地帯となっているこのエリア、クソみたいに渋滞するし、早く繋げてほしいですな。まあ愛知県のことはどうでもいいんだ。名古屋で車持ってるような人なら、ここまで来ることは普通にあるからね。本当は名古屋市街からスタートするつもりでしたが、私が朝からもたついたため、高速でショートカットしてきての開始です。11時33分、浜名湖の入り口の、潮見坂の道の駅に到着。23号バイパスに乗れば、渋滞がない限り、ほとんどノンストップです。雨男のくせに、今日は天気が異常にいいな。太平洋の景色も素晴らしいぞ。何のバイクだろあれ。せっかくの下道なので、あえて遠回りして、海沿いに進んでみましょうかね。新東名が退屈でしかなくて、今のところ静岡県は、無駄に横長で、横断が供養なだけな魔境だからな。しばらくは浜名湖沿いを東に進みます。途中から80キロ制限になって、実質高速道路ですな。新しい道を開拓するのっていいですね。時短効果はないけど、節約しながら道中を楽しめる。高速台をケチるという底辺ムーブの中に、何を見出せるのか、そのための底辺の旅。浜松は鈴木社の本社がある地です。あのジムニーも、ここら辺の工場で作られたんでしょうか。街並みが近く、そのエリアならではの景色がある。高速とした道の、大きな違いだ。80キロ制限区間が終わり、超長い直線の中に信号が点在する区間。これは人死んでそうですな。赤信号に直進左折矢印、仮にも国道1号線だもんな。ありきたりな下道企画にはしたくない。とっとと外れてしまいましょう。12時6分、お前崎とかいう南端の地を目指し、大通りから外れます。これから当分は、40キロ制限のダラダラ一本道が続く。郊外の平野部に敷かれた国道沿いに、ちまちま飲食店が立ち並びます。ダラダラ進んでは信号待ちで止められる。急ごうとしてはいけませんね。一秒一秒を楽しむ心で行こう。さっきの潮見坂から先端まで、ノンストップで行って2時間くらいかかったな。わざわざ遠回りルートを選択したとはいえ、先が思いやられますな。なお、帰りは内陸側で行きますゆえ、10倍速で、どんな景色が広がってるのかお楽しみください。のどかだよな、海はほとんど見えなかったが、穏やかな気持ちになるぜ。一車線しかないからこそ、急ごうとしたって無駄じゃないか、車間取って燃費稼ごうとなる。というかこのプリウスのクルーズコントロール、停止中に作動させたら、そのままブレーキホールドになるんですね。減速から停止までも勝手にやってくれるし、加速も発進だけ命令すればいいし、楽すぎて感動しますわ。おかげで移動時間の割に、ペダル操作はほとんどゼロ。右足の筋肉痛が起きることもありませんでした。重量があって乗り心地も安定しているし、流れが悪くなれば EV モード発動できるし、充電中に寝れるし、高級車ってわけじゃないけど、車に金を出せば出しただけ、長旅ではその恩恵を受けられますね。ただちょっと飽きるよね。1時間以上はこの横断だからさ。新東名は空いてさえいればガンガンにスピード出せるし、東名高速にも海沿いを走る区間はある。わざわざ下道で行く理由な。実に底辺っぽいですよね。人生最初の1回だけは、経験としてやる価値あると思います。風車が見えてきましたな。ここまで来ると先端は近いですぞ。12時55分、道の駅でちょっと休憩します。11時30分に潮見坂を出たから、90分走り続けたことになります。名古屋市内から潮見坂までも、普通に90分くらいかかるだろ。3時間かかってまだここかよ、先は長いな。まあいきなりやる旅じゃないですよね。長距離に体を慣らさないと、御殿場のちょい南ら辺のルートインを予約しました。19時くらいには着ければいいかな。そして13時10分過ぎ、やっと半島先端、お前崎エリアに来ました。軽いワインディングになっていて気持ちいいですね。安定性に欠けるスタッドレスながら、空気圧を高めに入れてきたので安定感があります。ネズミ取りやってそうな直線だよな。速度注意だぜ。さて見えてきました。海ですよ。太平洋ですよ。この眼下に広がる壮大な海。日本でドライブ旅をするなら、こういう景色がないとね。愛知から行くなら知多半島か、琵琶湖か、福井県の海岸線が一番コスパいいんだけどな。この見渡す限り広がる海、ここまで来た価値は確実にある。せっかくだし、どこかで止めて降りてみましょうか。こことかいいじゃん。風が強すぎる。吹き飛ばされそうなんだけど。これ小型犬や子供を連れてきたら、物理的に点に召されそうだぞ。しゃがまないと立ってらんねえわ。海を楽しむというより、この一瞬を生きるのに必死だ。波も荒いですね。海の激しさは、実際に出向いて、目の前で味わって初めてわかる。あれがお前崎灯台ですが、めんどくさかったので行きませんでした。撮影時は13時20分、まだ半分も終わってないですよ。
次は、美保の松原とやらを目指し、また海沿いを進んでいきます。お腹が空きますが、食事どうしようかね。できれば、トイレ空白地帯とタイミングを合わせたいんだが、まだまだ先は長いという絶望感と、未知なる道へのワクワク、普通に景色が素晴らしいのと、街並みを見ているだけでも飽きないので、底辺企画となる予定でしたが、今のところ神がかった旅です。クソ運転ガチャも外れを引いてないし、リッター30オーバーの燃費を楽々出しながら、クルコンで楽して優雅に走るぜ。すごいカスタムしてある軽トラの人がいるんですが、太陽光がキラキラ反射して、眩しくてしょうがない。段差の底打ちを避けるためなのか小さい車体で突然蛇行するし、あの車の後ろは迷惑だな。底辺旅ということで、途中でファミマに入り、おにぎりを3つだけ買いました。しれっと消費期限近い、割引シール選んでるのな。あれこれ買い足してるとすぐ1000円いっちゃうんで、事前に買うものを決めて利用するのがいいっすね。すげえぞあの人、自転車で釣り竿を運んでやがる。そのまま進みまして15時ちょい過ぎ、名前わかんないけど、狭い峠道に来ました。遠方の地理なんかわかんないけど、この難所をショートカットするために、新たにバイパス路が作られたことは言うまでもないですね。しれっとトンネルに入って GPS 車速がバグったな。初見の峠道でスタッドレス、これは辛いぞ。しかもここ、薄い峠以上の難所じゃないか。地元の人にとっては定番スポットかもしれないけど、今回の旅ではあまり嬉しくないかな。今しれっと抜いていったバイクは、追いつかれたので左ウインカーで先に行かせただけです。特にうるさくない状態で乗ってる人を、責められる現状にない。キャットアイの段差だって、避けながら渡らないと転倒の危険がある。甘えだとか言って、苦しいバイクに乗り続けるかねえ。ふらふらすり抜けしまくってるような人が、本当にバイクが好きだとは思えないですね。地元の方に混じって、海沿いの直線をダラダラ走る、すぐ隣の山沿いに、日本平パークウェイっていう、かなり楽しそうなワインディングがあるようですな。スイスポで来てたら寄ってたかもね。エコ、ツアラー、今乗ってるのは、この要素にパラメーターを振ってる一台だからな。スポーツ性能は味付け程度だし、バカみたいに飛ばしてもシャシーついてくるし、瞬間的にリッター38という燃費を出しながら、ダラダラ走ってても苦にならない乗り心地の良さよ。何がいいって、初期がちょっと柔らかいんだよね。サスペンションを豊かに動かして揺れを吸収しつつ、不安定さは出ないよう収束させる。本当にいい足ですよ。これでもうちょっとだけ車高低かったらいいのに、もう15時なんですよ。15時チェックインが定番の私にとっては、この時間帯でも到着してないことそのものが異例だ。ビジホの駐車場、空いてるといいなぁ。あまりにもチェックインが遅くなると、ルートインの駐車場は埋まる危険があるからね。それに、ルートインが置かれてるような国道沿いって、18時ら辺に大渋滞して動かねえからな。晩ご飯の買い出しに出る気も失せるレベルで。行ったこともないエリアの渋滞や混雑を予測して避ける。まあ経験を積んでいけば、地図を見ただけで、大体どこで詰まるかわかるようになるさ。同じように、地図上のうねうねを見ただけで、走ってて楽しそうなワインディングも見つけられるよな。ついに見えましたよ。富士山ですよ。とても美しいですね。駐車場事情がわからないので、適当に検索して出てきたところに行ってみます。というか今気づいたけど、ちびまる子ちゃんランドって何？どうせ下道で行くなら事前リサーチをしっかり行って、たっぷりと時間をとって、日程にも大きく余裕を持たせ、たくさんのスポットを巡りたいよな。さあ大水害を防いだとかいう、先人の偉大なる松の木地帯、見学して参りましょう。もっといい駐車場あると思うけど、初回訪問なんてお試しだから。歴史的背景を知らなかったら、松の木であることも見落としそうなくらい、ただの森だな。ポケモン GO がリリースされたばかりの頃は、隣に海がある中で、下を向いてスマホを見る人で溢れかえるという、大変気持ち悪い光景が展開されたことでしょう。やっぱ普通の森にしか見えねえわ。富士山と共に世界文化遺産に登録された、7キロある海岸に生い茂る、約3万本の松の木。天女伝説で知られる羽衣の松があり、古来からあまたもの人々に描かれ、読まれたち。どうやら第二次大戦の時に、燃料にするために、大量に伐採されてしまったらしいですね。こんなところにも戦争の爪痕が残るのか。まあ精力的な保護活動により、これからも残ってくれることだろう。東側に来ちゃったからか、富士山は見えないっすね。もうちょっと奥の方に行ってみるか。埋まりそうな砂浜です。日の入りが早い冬ということもあり、今は15時半ですが、もう夕方ですね。晴れ渡る空の向こうに、伊豆半島も見えます。夜型生活が続いてたから、太陽光を浴びられるだけでも健康的だ。ここは海というか駿河湾の中だから、波も穏やかですね。ここから先、まあたこみそうな都市部が2つもある。渋滞にはまるだろうなぁ、こうなることは想定済みだ。覚悟は決まっている。海なんか、名古屋エリアには北半島があるからね。
私みたいな自流量でマイカー持ちには、そんなに珍しいものではないけどさ、個人的な希少価値と、そのものの良さは別だよね。この波の音、聞いているだけで癒される。いや、水の音だけなら川沿いに座るだけでいいんだけどさ、ぼっち、死ね。というわけで16時ちょい前に、メインルートに復帰したわけですが、なんか臭い数字ある。やっと。というわけでここから先は、壮絶な道になっていきます。多分交通系 YouTuber が、100キロでも煽られるとかいうサムネで、取り上げてるんじゃないかな。海沿いに国道と東名高速と新幹線が集中。津波が来たら交通も終わり。というか西日が眩しすぎて、無灯化の黒に煽られたってわかんねえよ。ヘッドライト曇った片落ちのボロ黒は、運転手のゴミ率がかなり高い。車間近い、無灯化、ノーウインカー、底辺要素フルコンプ。あんまり到着が遅れるのも嫌なので、しっかりと流れを見つつ、稼げるうちに稼ごうと思います。80キロ以上で流れるような区間に信号機。止まりたくねえな。富士山も夕日に照らされて綺麗ですね。運転してて見る余裕なんかないけど、そして静岡県を走ってて思ったことなのですが、愛知県民より運転がひどいですね。ギチギチに車間を詰めるか、周りを見れていない、流れに乗れていないジジババか。名古屋走りって、運転に慣れてる人が、前方掴んでスイスイ走ってるだけなんだ。でも静岡は、通勤や移動で、好きでもないのに車を運転してる下手くそが、周りに迷惑をかけてる、そんな印象がありましたね。今先行させた系もそうだけど、車間詰めまくって、底辺みたいな運転するやつが多すぎる。ゆったり走りながらオーディオブックでも流して、勉強したらどうなんだ。ただ殺人的に急ぐだけだから、生活が改善しないんだろ。月収10万円台の中身がああいう運転する人なら、終わってんのはお前だよと自信を持って言える。車社会、正しい進歩だったんでしょうかね。その車作りでさえも、低価格車を薄利で売るだけ。トヨタの工場のヤバさなんかネットでよく聞く話だし、ダイハツの軽の新古車の闇もそう。車の本体価格も、平均速度も民衆の意識もレベルも低すぎる。これでいいのかよ。あとなんというかさ、マスクつけてるやつに限って、車間が異様に近いよな。あれネットの匿名性と絶対関係あるだろ。静岡県で運転してると、周りの全てが敵に見えてくるぜ。まあ何せ、底辺の旅ですから。私にはこの民度がちょうどいい。どこから来たか思い起こさせてくれるから。16時半に、道の駅富士を通過。混み合ってますね。しばらく続いた超絶回送路も、ここら辺で終わりを告げる、渋滞してきました。これ撮ったのどこだったかな。沼津と富士間の、郊外路だったと思うけど、発進以外は全ての操作をクルーズコントロールに任せられるので、渋滞しても苦にならない。ちょくちょく発進命令を出しているだけで、ダラダラしていれば勝手に進んでいく。快適すぎるよクルーズコントロール。私みたいに自動運転を信じてない身には、誤作動で事故るリスクもないし、ありがたさの極み。時刻は17時を回りまして、盛大に渋滞しておりますが、ついに沼津の市街地に入りました。11時半に潮岬の浜名湖のところを出発してから約6時間。名古屋市内からは、8時間くらいでしょうか？下道をこんなに走って、腰がちょっと痛いだけ。クルーズコントロールを、やらせてくれる女の子のように崇めたいです。底辺の旅だから行き当たりばったりを極めたけど、渋滞というのは、基本的に避けなきゃいけないものだ。あまりにも混んでいたので、ガタガタと速攻に乗り上げながら、住宅街を通らせていただきます。危険性を理解した上で、どこまで左に寄せられるのか、完璧に把握してるからこそできるんだ。横幅1800。この手の細い道の、上限サイズでしょう。いや、1800でもデカすぎると俺は思う。このプリウスの横幅1760でも、ミラーがスレスレになることは多い。この車幅でも高速安定性は十分すぎるほど高い。横幅は本当によく考えてね。はい、海沿いを走ってきたので、洗車機に適当に放り込んで下回り洗浄をしておきます。めんどくさいので吹き上げはしません。エンジンかけたまま洗車機に入るつもりなら、車の吸気ダクトがどこにあるのか、しっかり把握しておこうね。びしゃびしゃ水を吸い込むと、ウォーターハンマーになる危険が、ないとは言い切れないから。ここから今日のビジホは目と鼻の先だ。ただいま17時15分、愛知県内から箱根まで、お前崎経由で遠回りして、7から8時間か。このまま深夜に東京に行って、S6 の試乗動画を撮ってから、翌日に箱根走って、また下道で帰るよ。翌日の昼です。盛大に渋滞にはまりつつ、伊豆半島東海岸に来ました。熱海駅だか木の宮駅だか、そこら辺の市街地に来ています。実はここら辺、MF ゴーストの、第3線コースと、第4線コースがあるんですよ。2000目の動画を作り終えたので、泊まりで撮影に来よう。ついでに深夜に東京行って、試乗動画も撮ってこようという魂胆なのでした。2車線の一方通行道路か、珍しいな。
途中が変則的だから、周りを見ておかないとな。ちなみに結論から言うと、この日に撮ってきた動画、ボツになりそうです。というのもですね、渋滞がひどすぎて、ジョギングした方が早いだろレベルで、動かなかったんですよね。実は今の信号機、MF ゴーストバトルコースだぜ。有料道路から下ってきて、北上して帰っていくんだ。そう、この渋滞しまくってる道を走ってね。今、たった今、バトルコースを走ってます。ちょくちょく右に見える、海が本当に美しいです。マジで動かねえ。この動画が公開される頃には86納車されてるし、その時に撮り直すしかないか。そしてこの、路面の色が変わる有料道路入り口、ここも、さらに別の、バトルコースだぜ。混みすぎてどうしようもないっすな。底辺旅と、一応聖地巡礼だから無料の方に進むけど、有料道路入るべきだったかも。マジかよ、そこで入るのかよ。まあこうも詰まって動かないと、いつまで経っても入れないよな。家の前がこれだけ混むような道だったら、ちょい乗り用の電動キックボード買うわ。物理的にどうしようもない状況もある。入られたくらいで感情を乱してしまっては、運転を楽しむことは無理です。さて MF ゴーストに倣って、この交差点を右折していきますぞ。斜め右へと登っていき、とても狭いくねくね道を進む。もうプリウスは手足のように扱えるからね。かなり狭いけどすれ違いも余裕さ。ちょっと判断ミスったかな。もう11時半。チェックアウトから2時間以上、箱根で無駄に過ごしちゃったかもしれん。というかさ、この新鶴っていうの？高齢者の車多すぎないっすか。人口の 90% が60歳以上じゃない？さてトリッキーになっていくのはここからなんだ。道路を分断する大木。狭すぎる急カーブ、ジャングルの中で油断してしまうと、はみ出してくる巨木、最悪のタイミングで対向車、ひえ、ミラースレスレでした。いや分かってて寄せたんだけどさ、スムーズに走りたいなら、対向車を見つつ、瞬間的にはみ出さないと、プリウスサイズでも厳しいわ。だがそれゆえ、大観光都市箱根の中でも、穴場スポットのような味わいがあるな。ここら辺はまだいいんですよ。問題なのはこれから先だ。ここでわざわざ右折して、むっちゃ狭いところに放り込まれるんですよね。まず地面の傾きがおかしいし、狭すぎるし、ロードというより、こんなの隙間にアスファルト敷いただけだろ。こんなところで裏カンやニスモ GTR が全開走行かよ。大パワー大柄 FR もいるし、たまったもんじゃねえな。地元の方の生活にも近いところなので、本当に油断ができないし、地元車両以外進入禁止でいいレベル。こういうのもさ、適当に運転してたら危ないし、迷惑になるよ。箱根は初心者お断りだね。山道と超絶狭い中でのすれ違い。最低限はこれに慣れないと来ちゃダメ。長いこと信号待ちで待たされ、行けなくてまた待たされる。ふう、やっと抜けられた。もう撮影データも使い物にならないし、適当に箱根登って帰るか。舞鶴有料道路に合流。MF ゴーストでは、ここを U ターンして有料道路に戻っていきます。有料道路から出てくる車との合流が、またシビアなんだよね。底辺旅だから箱根ターンパイクは乗らないけど、箱根新道は何回か通ったことあるので、せっかくだし旧道のヒルクライムをしてみることに。ここで通ってる道の逆走が、MF ゴースト初戦コースだな。かまぼこストレートだぜ。ありきたりな箱根湯本。ほんと人が多いですね。BMW やベンツの多さを見ると、ここは関東だよなぁと思います。なんか明らかに BMW の方が多いのは、ワインディングメインの箱根というエリアであることと、やっぱり関係があるんだろうか。動画でもバンバンすれ違ってるが、一般車だらけだしな。箱根バイアスで、目につきやすくなってたりして。山登りも終盤に差し掛かった頃、なんか焦げ臭い匂いがし始める。思えば箱根湯本からここまで、15キロずっと、エンジンかかりっぱなしのハードヒルクライムだった。エンジンオイルを、冬場ということで純正指定の、0W16 にしてしまったことと、関係はあるんだろうか。ちなみにですね、昨晩ガソスタに入ったあたりから、箱根の芦ノ湖あたりまで、1時間もあれば到達可能です。途中の休憩を考えると、8時間から10時間ほど見繕っておけば、名古屋から箱根まで、行けるかなぁという結論。ちなみに高速道路だと、どれくらいかかるんだ？休憩時間を絞れば、3時間台で到着可能と思われます。しかも、名古屋インターから麓まで、3700円くらいで行けてしまう。完全にやる意味なかったわ。女の子とのデートでダラダラ時間を引き延ばす以外に、私が今後、下道を使うことはなさそうです。さて13時に箱根を出まして、ここから名古屋市内まで、カーナビを使って、今度は内陸部コースで走っていきます。眺めはいいけどだるい。これまた15キロくらい続くダウンヒルを乗り越え、沼津市街へと降りていく。もう深夜到着でいいや、ダラダラ行こう。諦め、決心はついています。13時23分に沼津に降り立ちます。混むんだよなぁこの年、辛
通過にどれだけかかるでしょうか。松の木が立ち並ぶ特徴的な坂を下り、混雑確定市街地へ。はい、今の右折ゴミですね。名古屋と違って、ほんと意識低いですね。13時54分、だらだら渋滞しましたがなんとか抜けました。たかだか10キロないような区間を通過するのに、31分もかかってしまったわけか。参考程度に時速80キロで走った場合、6分あれば8キロ進めるんですよ。なんだこのタイム差、マジで下道クソ。でも富士山は素晴らしいですな。ここまで美しく見えるのは、下道だけなんだ。ずーっとリッター33オーバーの燃費が出ています。時速80キロ以下に抑えれば、リッター30が普通に出るのすげーな。14時5分、富士市内のバイパス区間を通過中。14時16分、道の駅富士にてちょっと休憩します。だいたい1時間くらいで、富士山南部の平野を横断してこられるわけか。ここから先は殺伐高速道路ですからね、一気に進めそうですよ。問題なのが出口の合流なんだ。さっきもクラクションが鳴り響いたけど、下手くそが安全に出れるような感じじゃない。並走気味に出れるように位置調整して、パワーモードに入れて、容赦なくベタ踏みで出ますぞ。ここだろ、池発電専用モーター、回路 100% の加速アシストだ。走り出しから4秒足らずで、第2車線の車と並走、エコと PHV 走行のための大容量モーターが、ベタ踏み加速時のフルアシストにおいても、力強い加速力を提供する。エコと加速力の両立が見え隠れするのは、ハイブリッドカーの面白いところだ。ただアクセル回路を大きく開けてやらないと、エンジンがかかっても、発電用モーターに駆動力を持っていかれてしまいます。中途半端なアクセル回路だと、片方のモーターは発電モードとなり、大きなトルクダウンになってしまうんだ。上り坂で加速していかなくなるよ。夕方というか昼下がりの太平洋沿い、この日も日中は、天気に恵まれました。日中は、14時37分、特徴的な、駿河健康ランドまで下ってきました。ここから市街地に入り、また信号機連続地帯となるけど、それまで少しの間、港町ゆえの美しい景色が味わえる。はぁ、だらだら合流してくる車がいちいちうざい。10回くらいは無駄に減速させられました。ハンドル操作がちょっとシビアになるけど、3車線区間は、第2車線でクルコンを使うのが安定しますね。建築中のバイパス、特に東海道は、まだまだ需要あるぞ。まあ、たおり運転してる。ほんと静岡県のバイパス区間は民度がゴミですね。15時8分、道の駅を通過します。さっきの間地基地出口合流のところから、ちょうどいいタイミングにありますな。だいたい1時間でここまで降りてこられたか。静岡県横断も、もうすぐ半分ってところか。トンネル。ここから先、ずーっと山間部を通る退屈な時間です。ほとんど信号待ちなしなのはありがたいんだけど、はっきり言ってゴミクソ退屈ですね。景色も楽しくないしダラダラだし、供養、ちょっとでも寝起きしてセンターラインはみ出したら、相対速度150キロで正面衝突して、大動脈道路を寸断するんですよ。15時42分、腰が痛くなってきたし、掛川市内に回転寿司屋がないか探したいので、道の駅掛川に寄ります。おお、やっと浜名湖が見えてきたな。数キロ先のスシローに目的地をセットして、サクッと向かいますよ。そしてこの直角間地基地合流な。大型トラック卸し。一時停止して待つレベル。夕暮れ時の掛川市内をちょっとだけ走り、スシロー掛川店で夕食、100円の炙り寿司、シャリの空気含有量が大幅アップしてて草。16時40分頃退店し、サクッとバイパスに戻ります。浜松はもうすぐだ。浜名湖まで来られれば、気分的にはもう自宅近郊だな。そっから2時間近くあるけど、暗くなってきちゃったけど、メインとなる静岡県横断パートを、明るい中で撮影できたのでよしとしましょう。なんだこいつら、飛ばしすぎだろ、車間近すぎだろ、アホだな。今後の人生で、静岡で玉突き事故が発生したというニュースを見聞きすることがあったら、この日を思い出して、鼻で笑わせてもらいます。底辺の旅の締めくくりに、ふさわしい役者が揃ったな。今名古屋でも雪積もってるらしいけど、こいつら通勤どうするんだろ、スノーソックスで70キロ出すのかな。そこはスプレーチェーンだろ。オールシーズンタイヤという手もある。そしてまた怪しい動きをするバイク。ほんとそういう運転やめろよ。出会った車すべてからバイク嫌われてくぞ。バイクもスポーツカーも、ヤクザみたいな扱いを受ける時代になりそうだな。悪いことをしてる人よりも、悪者として扱われるんだ。4車線になって、どれかのレーンがどっかへ分岐するところに来ました。どこへ行けばいいのかわかりません。新天竜川橋ってところだな。17時ちょうどに、ついに浜松まで戻ってきたぞ。腰がちょっと痛いだけで、本当に運転が楽ですわ。
だらだらついていくだけでいいもん。これは日産やテスラに踊らされた人が、手放しかっこ物理で喜んではしゃいで、ラクダあって追い越し車線を塞ぐわけだ。豊橋方面でいいんでしょうか。とりあえず第一車線に入っておこうかな。クルコン最低速度の時速45キロから、停止車両への自動ブレーキングも問題なく動作しましたが、急ブレーキ気味で、二度とやらないと決意。任せられることのラインってあるんだよな。楽していいのは足の筋肉だけだ。さあちょっとなんかして、太平洋沿いまで戻っていきますよ。もうどうにでもなればいいやと思ってるので、道が空いてるからといって、抜きに行ったりはしません。昨日の昼に右折していったところに、17時15分頃に戻ってきました。前走車さえいれば、赤信号への停止でも、一切のペダル操作の必要なし。市街地のダラダラでも、何も苦痛に感じない。すっかり真っ暗闇となってしまいましたが、80キロ制限の区間にたどり着きました。道の駅の塩見坂に、EV 充電器があるらしいんですね。ちょうど使い切ってきたので、満タンになるまで最大2時間、寝ながら盛大に休もうかな。17時40分に塩見坂、愛知県はすぐそこだ。19時46分頃まで充電し、0から 88% まで貯めることができました。体感的にはもう到着だけど、ここから先も、2から3時間くらいあるんだよ。分岐を間違えましたね。カットするべきなんだろうけども、プリウスって車体小さいから、周囲さえ見ていれば、小回り効かせられるんだ。うおっと直角カーブ明けの合流。厳しい条件だったけど、しっかり速度を乗せて円滑に入れました。そして雨男発動、降ってまいりました。やっぱり雨は降るんだな。だとしても、奇跡的に持ってくれたぞ。スタッドレスタイヤで、気温低くて、ウェット路面か。ほとんどタイヤも温まらないし、ゆったり進みましょうかね。20時16分、少しだけ進んで、眠くなってきたため、一度降りることに。このなんとか体育館っていうところ、200V の EV 充電器があるんだよね。寝ながらまた充電するぜ。こういう休憩場所を渡り歩きながら進むのは、電動車ならではの楽しみですね。義務でやらされる EV は苦労かもしれんけど、20時19分に 42%、約1時間じっくり寝て休んで 94%。23号バイパスに乗って名古屋に行きますが、これで大きく燃費を稼げますな。分岐直前に、ハリアーとかいう割り込みカーが本性を見せる。名古屋に帰ってきた、バイパス空白地帯を抜けるの、ちょっとした裏道に入って、少しだけショートカットしながら、23号バイパスに乗っていきます。この23号、18時だか19時ら辺に、ひどく渋滞するんだよな。動かないレベルで、18時に塩見坂に入ってから、だらだら過ごしていたのも、この混雑に対する時間調整だったのです。ここからは、名古屋エリアの方にとってはありきたりな光景ですね。道の駅でちょっと休憩いたします。22時6分にここの道の駅を出てから、豊明インターまで、ノンストップですよ。22時30分、豊明のところの分岐に来ました。ここから名古屋の市街地まで、30分で着くと仮定して、何時間かかったか確かめましょう。13時に箱根を出発しました。23時に名古屋市街に到着したとします。3時間は充電しながら寝てました。つまり、簡易的な休憩と軽微な渋滞込みで、約7時間といったところですね。時給1000円にもならない節約だぜ。本当に底辺な旅だったな。バイパスの煽り運転もそうだし、深夜料金込みで、3700円はさらに 30% 割引になるし、自宅まで行って帰る分を合わせると、走行距離は1000キロとなってしまいましたよ。深夜に東京行ってたからね。なお全区間燃費は、だいたいリッター32ってところだ。暖房をケチって厚着したり、ダラダラ充電しながら寝た甲斐があったな。でもね、高速道路で80キロあたりを上限にして、左車線を走ってても同じ燃費出るのよ。深夜料金使ってそうするのが、一番コスパいいかもね。私はこの旅で、2日間で、累積20時間くらい運転いたしました。労力に見合う経験と、景色の素晴らしさがありました。2回目は、あるかもしれないです。節約目的以外の、旅としての良さがあるから、運転を愚痴ってたけど、そんなのどの都市でも大差ないよ。むしろ海沿いの景色は素晴らしいものだ。ここまで見てくださった方、高評価やチャンネル登録をお願いいたします。底辺育ちの私だからこそ、底辺の旅というのも似合うんだ。はい、ご視聴ありがとうございました。